カナダ・ケベック州の言語地図。フランス語が英語に比べて圧倒的に多い。17世紀のフランスからのヌベル・フランスへの移民は、こうした地域からが多いカナダ・フランス語は、フランス系カナダ人が、故国のフランスからアメリカ新大陸のカナダとアメリカ合衆国へもたらして発展した、フランス語方言である。方言はいくつかあるが、ケベック州で使われている、ケベック・フランス語が、 その代表的なものである。アメリカ新大陸の歴史上、フランスはヌベルフランスとして、現在のカナダ東部のケベック州、及びアメリカ南部のルイジアナ州を中心とした広い地域に植民地を作り、多くのフランス人が移住した。その後、それぞれイギリス、スペインとの戦争に敗れて、植民地を失ったが住民は残った。また、 1960年代のケベックでは静かなる革命によるフランス語、フランス文化の復権が行われ、1969年にはカナダ公用語法により英語とフランス語が公用語に指定された。また、1970年代はケベック解放戦線による過激なケベック独立、運動も行われた。2011年の調査で、 カナダフランス語の和社は730万人で、さらに200万人が、大二子度として使っている。全国的には、英語と並んで、カナダの公用語で、ケベック州では、唯一の公用語で、ニューブランズウィック州とノースウエスト準州、ヌナブト準州、ユーコン準州では、英語と並ぶ、公用語になっている。マニトバ州とオンタリオ州のいくつかの箇所では、 フランス語サービス法によってフランス語が使われていたり、ケベック州に近かったり、ケベック人が多いところでも使われている。カナダのニューブランズウィック州に接するアメリカ、合衆国のメイン州、アルーストック郡で使われている、ニューイングランドフランス語は、基本的に、カナダフランス語とは特に大きな違いはなく、アメリカ合衆国南部ルイジアナ州の、ケージャンフランス語とルイジアナクレオール語とは一線を、隠す。 ケベックフランス語はケベック州で使われている。似た方言がオンタリオ州、カナダ西部、アメリカのニューイングランドでも使われているが、これらはケベックフランス語よりも保守的である。これらをまとめてローレンシャンフランス語とする人たちもいる。フランス語の話者の大部分はケベックフランス語を使う。アカディフランス語は王子アカディアと呼ばれた宴会州、ニューファンドランドラブラドール州。 マドレーヌ諸島、コートノール地域、コートノール地域で使われている。セントメリーフランス語もこれから派生している。メティフランス語はマニトバ州及びその他のカナダ西部で話されている。また、毛皮取引できたヨーロッパ人とインディアンの母親の根血であるメティが使うフランス語で、クリー語にフランス語の名詞、数詞、漢詞、形容詞を混ぜて、道府語という混合言語を発展させた。 メティフランス語も、ミチフ語も、絶滅危惧言語である。ブレヨンフランス語は、ケベック州ボースとニューブランズウィック州エドモンストンの、限られた場所に住むブレヨン人が使うフランス語で、赤ィフランス語から派生しているが、形態論的には、ケベックフランス語であるという。ニューイングランドフランス語は、アメリカ合衆国のニューイングランドで使われている、フランス語で、ケベックフランス語に親しい。 アメリカ・フランス語の三つの方言の一つで、他の二つは、ルイジアナ州のケージャンフランス語とルイジアナクレオール語である。ありがとうございます。